輝かしいキャリアを持つ次世代のリーダー候補、マニー。まあそろそろやっぱ世代交代の時期だと思うし、その先輩たちがいつまでもやってる場合じゃないと思います。学生時代には名門大学のキャプテンを務めるなど輝かしいキャリアを築き、国内トップリーグのチームからも複数のオファーを受けたマニーは絶対的な自信を持っていた。今回の挑戦相手となるのは日本のストリートボーラーの象徴的存在、アツシ。その今までずっとやってきた人たちはやっぱ経験もあるし、離れもしてるし、そうやっぱ倒すとなったら生半可なことじゃないと思うんですけど、やっぱ自分がずっと競技バスケでやってきて、その、まあ、その全日本の代表候補合宿とかにも参加してた感じだと、やっぱその基礎とかそのファンダメンタルの部分は絶対にそのストリートバスケの人たちよりもやってきたっていう自信があるし、めちゃくちゃきつい練習とかずっとやってきたんで、まあ、それはやっぱかなり自分の自信にもなっていますし、そのストリートでやってきた人たちとは明らかな差だと思います。先輩たちがその実績があるのは もちろん分かってて、まあ、すごいとは思うんですけど、もう古臭いっすよね。もう古臭いっすよね。若きエリートは新時代の幕開けを告げることができるのか。